皆さん自分で釣った魚をさばいて食べたりしますか？ほとんどしない。ほとんどしない。今ね、ちょっとね、魚がね、クーラーに入れるとね、超ウルトラ長持ち数っていうクーラーをね、作ろうかどうしようかっていうとこなの。そのまんまそこに入れといても3日も4日も経っても全然平気っていう魔法みたいでしょ。そう、魔法のやつなの。どこのメーカーで出すかっていうのが問題なのね。はい、クーラーボックスの交換時期、今ね、シマノが出したのをね、まあ3日も4日も5日もなんか氷が溶けないってやつを出したの、ね、やたらネット上でこう大騒ぎされておりますがね、いろんな技を使ってこう氷が溶けないっていうね、やつを出しましたんでね。はい、新作のクーラーボックスがダサいです。公式の釣りキャップ動画を見たんですが、まるで、プリンターのようでした。とにかくデザインをかね、これシマノのね、保冷力っていうのはね、要はクーラーの保冷力が最高にいいんですよ。でも魚入れない CM になってたよね。果物とさでね、飲み物しか入ってないね。俺はクーラーはね、そうじゃないと思いますね。アメリカのイエティっていうクーラーボックスがあるんですが、すごい。これぞアウトドアっていうね。まあアウトドアで今一番それを超えられるものは一つもないでしょう。ね。すごい男が、200キロ級の男が崖の上に立って、イエティっていうクーラーボックスをですね、崖の上から、イエティーピャーって投げるんですよ。どんねんガラリンガラガランって落っこってくるんですよ。で下に落っこっててもパカッて開けるんですね。で壊れてないイエティすごくないね。ある時はクマが出てくるんですよ。でバーンバーンってやるんですよ。でクマいなくなってからパカッて開けるんですよ。まあ、だらけになってるんですけどね、壊れてないイエティってまあね島のはなんか美しく撮ってみたっていう CM なんでしょうね。で再生回数が全く上がってなかったですね。はい、俺もクーラーの CM やったら10万回ぐらいのアクセスになりますよ、間違いなく。さあ切り抜き動画見た皆さん、ね、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。